こんにちは。ひげちゃんの畑です。玉ねぎ。玉ねぎ育ってるかな。こっちは自然のなんか白菜の種を分けていただいたんですけど、なんかまかない白菜みたいですね。これなんかトウモロコシがこぼれ種でもう生えてるという。あ、大根結構いい感じになってますね。大根いきそうですね。おはようございます。急に声かけられてびっくりした。あ、小松菜わさわさなってます。ラッキー、密集してますね。で、これニンニクです。ニンニクは多分まだ、これは何月に、11月ぐらいに植えたやつがこの中で大きくなるんでしょうかね。あのニンニクのあの一片一かけらがね、まだ収穫はまだそうですよね。こっちはの野草ですね。まだ少ないですけどね。吹きをね、増やしたくて、吹きを植えたんですね。あと、すごい汚いね、畑が汚いね。これが、ツワブキですね、今。これ、海岸沿いにしか生えないと言われてる、ツワブキなんですけど、吹きと、似たような感じでキャラブキとかにしたり、煮物に入れたり、いろいろ、食べれるんですよね、春先。で、これ今種をつけてるんで、これこぼれ種でいっぱい結構増えるんですよね。で、この下の、まあ、ツワブキの株のところを、もう、なんていうかな、株で増えるっていうんですかね。根元がどんどん大きくなるんで、まあ、株分けとかして、いっぱい植えると、どんどんこれほんと増えてきますよ。春ぐらいになるともう葉っぱがね、ものすごく大きくなるんですよ。これまだちっちゃいですもんね。で、ツワブキって、こういう、なんか、テカテカしたやつは、去年とかに生えてるやつなんですよね。で、食べるのが春先になると、こういう、ちょっと、薄毛の生えたやつあんまないですね。これですね。このちょっとこの毛がついてるの分かりますかね。こっちはこうテカテカしてるんだけど、こっちはこう薄毛が生えてて、でこのなんだ茎と見えない、ごめんね、この茎の部分はこう毛が生えてるんですよね。見えますかね。でこの毛が生えてるやつが新芽、新しい葉っぱになるんで、これが春先ぐらいに結構太くなるんで、これを、採取して食べます、茎を。で、こういうテカテカしたやつ綺麗なんですけど、なんか食べるとその茎がもうちょっと硬かったりするんで、食べるのはもうほぼこの、新芽、新しいやつ。これが大きくなったやつを食べますね、春先に。大きくなるんで、今から。これツワブキ。ね。玉ねぎですね。なんかいろいろ植えてんだけど、これなんか密集してるんだけど、これね、なんかね、これ多分白菜をね、まあ、種がいっぱい余っちゃったんで、なんか密集させてばらまいちゃったんだね、これね。これ小松菜、いい具合にでかくなってますね。こぼれ種が多いんですね。こっちにあるのは、これ、菜の花が、
もう咲いてますよ、ほら。今、1月の下旬ですけどね、菜の花咲いてます。これ、うまいですよね。菜の花好きなんですよ。食べると美味しいから。ほら、もう食べれるね、これ。こっちも咲いてる。ほら。かわいいね。こっち、これ。これは玉ねぎ。玉ねぎですね。玉ねぎ。玉ねぎなんかやたら植えたね。で結構多分株がちっちゃい玉ねぎだったんだよね。自然農のなんか玉ねぎ。こっちなんか雑草で全然わかんないですけど、これもあのニンニクを植えてるんですけども、雑草に覆われて何が何だかわかんない状態になってます。はい、もうね、春の種まきの準備しないとですよね、もうね。もう結構このぐらいのスペースあっただけでも割といろいろ食べれますよね。うん、ありがたいことですよ。ほんと、見た目はね、なんか汚いですけどね。ボサボサしちゃうもんね。はい。じゃ自分映しておきましょうかね。イエーイ。お、危ない、いや、転びそうになった。こっちの畑もちょっと、ちょっとこっちの畑も、ちょっと、こっちも、危ない。こっちサラダバーの畑にしてるんですけど、わかるかな？これ、パセリ。さっきね、ちょっと収穫をもうしちゃったんですよね、さっき。パセリね。これブロッコリーさっき収穫しちゃったんですよね。これパセリってめっちゃいいですね。すごい長く取れるんで、これほんといいですよ、パセリ。これ水菜良かったですね。これ一株さ植えて、ほんと種からさ植えてさ、一株でさすごい取れましたよ。結構まだ取れますもんね、これ。2、3ヶ月ずっと取れ続けてるんですよ。すごい汚く取ってんだけどね、取り方がよく分かんなくて、ブチ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 切りながら取ってたっていう。これなんかレタスね、なんかもう倒れちゃってんだけど、なんかすぐ糖が立っちゃったんですよね。なんかこれも結構ちょこちょこ食べれたね。こっちは絹さやですね。絹さや、これ見て、この花可愛くないですか。絹さやの花ね、絹さやの、なんだろう。これももう収穫しちゃったんですけど、これも結構意外に大きくなってびっくりした。ほら。結構増えてさ、なんか、とんでも、なんていうの？もう、大変なことになってる。こっちもカリフラワー収穫しちゃったんですけどね。これ、キャベツです。キャベツ。キャベツってなんかほんと綺麗ですよね。これも多分収穫してもいいぐらい。自然のやつはちっちゃくて。で、キャベツこれ一回ここ取るじゃないですか。ここを取るとき絶対手で取れないですね、これね。去年やって思ったんですけど、これ絶対こうなんか、斧みたいなやつで取って。で、そしてこの脇からめっちゃ生えてくるんですよ、玉が。だから何回か取れるんですよね。で、これ見て、人参がね。ほら見て、人参が。もうこの中に、わかります？人参、ほら。人参さ、なんか初めてかも。ちゃんと育ったの。ねえ、この葉っぱうまいんですよ、これ。天ぷらにするとめちゃめちゃうまい。人参の葉っぱすごい大好きです。これ栄養もすごい、ベータカロチンだっけ？なんかすごいあるし、これ葉っぱ絶対食べたいよ。食べた方がいいよね。もうなんかちょっと動画が長くなっちゃうんで、もうそろそろ終わりますね。これ見て、このヨモギ。ヨモギがね、もうすごいわさわさ増えてきてるんですけど、ヨモギほんと好き。美味しい。天ぷら好きなんですよ。ヒゲちゃん。ヒゲちゃんはそのめちゃめちゃ天ぷら好きなんですよね。天ぷらたまに食べたくなっちゃうんで、この野草の天ぷらを結構するんですよね。ヨモギとか、まあ、人参の葉っぱもいいですよね。これとかも全然食べれますもんね。こ
これカラスの、カラスのエンドウのやつの葉っぱとかね、ゴミ、この隣の畑すごくいいでしょ。これ先輩がやってる畑めちゃめちゃ綺麗なんですよね。ねえ、性格出ますよね。すごい几帳面だよな。見て、なんかうちの結構もう寄せ植えみたいになってるね。最後まで見てくれた